どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてます。さて、今回もうすでに映しておりますが、こちらのカードを開けていこうと思います。今回開封するベースボールカード、こちらです。ルルルルルと。エポック2024横浜 DeNA ベイスターズプレミアエディションベースボールカードを、動画としては2箱目、3箱目、一気に開けていこうと思います。前回の1箱目、動画このようになっております。概要欄にも載せております。ぜひご覧ください。前回は OB の直筆サインカードでした。そしたら今回はね、現役選手、主力も嬉しい、ルーキーも嬉しいといったところを狙っていきます。なんとなくお察しかと思いますが、1箱目を開け終わった直後に撮影をしております。まあ、早く開けたいというのと、それからカード整理もね、まとめて開けた方が都合がいいので。まあ、何度もお話ししておりますが、やはり渡来選手のサインっていうのはね、まあ、特にチャンスのある商品かなと思っておりますので、サインに限らずね、シリアルも渡来選手のもの欲しいですね。何かしら自分で引きたいですね。それでは参りましょう。今日は2箱一気にいきます。エポックプレミアのベイスターズ開封ですと。さあ、いきますよ。3箱一気に通販で頼んだので、きっとカートも近いと思うんですよね。1259。前回1252。うん、多分同じカートンじゃないですか。そうするとカートンヒットの確率が上がるってもんですよ。まあ、あわよくばという話ではありますが。はい、パックは5パックです。いきますよ。サインカード、誰が出てくれるでしょうか。はい。1箱目と同じく佐々木千早選手からスタート。なかなかに思いっきり被ってますね、今回ね。はい、そして、太田大志選手ですね。開幕前にちょっと怪我もありましたが、2軍戦では出場しております。こうやって見るとパリーグからの移籍組も増えてきましたね。はい、大活躍中です。山本雄大選手、金箔サイン、本当に頼もしい選手になってくれておりますが、75分の58、このような白サインにも全てシリアルが入るようになっております。嬉しい1枚、山本選手ですね。はい、宮城大太選手、去年ね、石川選手、宮城選手が揃って出てきた時は嬉しかったですね。今年もぼちぼちリリーフとして見てみたいところです。関根選手、最後は千野選手。はいはい、そして武田陸選手、山本雄大選手、レギュラーカードに、おっと、何やらインサートカードが出てきました。ただこれはですね、サインではなくタイムトゥーシャインですね。エポックプレミアでは割とね、出てくるものですけど、誰のもの？はい。おー、ウィックですね。ウィック選手のタイムトゥーシャイン。もともとキャッチャーやってたって異色の経歴のピッチャーですが、こちらは？シリアルは75ですね、こちらもね。まあ、今2軍ですけど、持ってる球面白いと思ってるので、パワーカーブとか。こちらもハマルトっていうイメージはある選手ですね。ウィックのタイムトゥーシャイン。松尾選手。石川達也選手、結構登板数多いですね、今年はね。左のリリーフ少ないので、頑張ってほしいところです。ルーキー、石田雄太郎選手。はい。タイムトゥーシャインとかね、前回引けなかったものも出していきましょう。ジェムもありますしね。サインだけでなく、インサートにも注目をしながら。はい。森唯斗選手。はい。石上選手の、あ、これ、ホロですね。ホロの加工ついてますね。おおうおうおお、こちらはちょっとすごそう。というのも、このサイン、ちょっと伝わるかですけど、デコ盛りですね。はい、三浦監督のデコ盛りサインのフォロー。まあ、シリアルそんな、あ、まあでも25シリアル。今回最小、コマで最小のシリアルで出てくれました。これがプリントサインのデコ盛り。綺麗ですね、これね。なかなか今日は面白いカード出てくれますね。はい、そして牧秀悟選手、林選手、ちょっとね、ショートでスタメン出た時にエラーがあったりして、石上選手の台頭もあり、思った以上に1軍出場していないようなイメージですけれども、いやでもね、林選手が出ればまたね、野球の形もチームの攻撃の形も変わってくると思いますし、頑張ってほしいですね。最後は上茶谷選手、ちょっと打たれるシーンもありますけど、まあ、起用法としてすごく難しいところ、今年もね、去年に引き続き頑張ってくれています。チームも盛り上げてくれております。はい。デコ盛りはこのレギュラーカードに入ってるのもあるんですけど、
それと別にデコ盛りシグネチャーっていうもっとね枚数少ないものもありますので、まあどん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 ね、知らないカードを、見たことないカードを当てたいです。はい、アンドレ・ジャクソン選手。はい、助っ人続いてウィックですね。はい、おーっと、これはどっちだろう。縦型のサインかな、インサートかな、どっちかな。でも、ジェムならね、ここにジェムって書いてあると思うんで、これ縦型サインと踏みます。ということはちょっと緊張してきます。はい、石田裕太郎選手、林選手に、上茶谷選手。はい、とりあえず最後の1パック開けましょう。ちょっとウィックが多めの絵になってきましたが、最後の1パックは森原選手から、はい、井上健人選手。お、石上選手だ。1箱目といい、ルーキーの白サイン結構出てくれます。嬉しい限り。石上選手の銀白サイン99分の88。縁起も良さそうな番号。そんな石上選手、銀白サイン。そして庄司陽人選手ですね。育成の左腕なんですが、こちらもね、青森大学でしたっけ？なかなか期待されてるピッチャーですよ。結構早めの支配下登録あるんじゃないかとも思っています。浜野ウッディ、庄司選手、浜口選手。いいですけどね、浜口選手も今年ね、頑張ってくれてますけどね。でもまだ勝ちがついてなかったかな。まず1勝ね、早くつけてほしいですね。最後は、小笠原壮選手、育成のルーキー。まあ、この人こそ125番は、この筒香選手の25番を目標にしてつけている番号です。書いてありますね。まあ、今本当にね、筒香選手の背中を見て、頑張っている選手です。はい。さて、ということで、やっぱりこのウィッグの後ろはサインでしたが、カードは白、縦型のサイン。これね、ルーキーの可能性が高いんですよ。スターオートグラフっていうのもあるんですけど、それあんまり柄覚えてないんですよね。ちょっと何にしても、度会隆輝チャンスな気がしています。といったところで、これじりじりいかず、一気にオープンしていきましょうか。緊張してきた。さあ、いきます。エポックプレミア、動画では2箱目のサインカードを出てくれたのは、こちらの選手です。せーの、はい。お、ルーキーですね、石田裕太郎選手。はい、これは嬉しいです。もう デザインもね、いいですね。このホロの入り方、かっこいいですし、サインも、ルーキーサイン、初収録になるんですかね、石田選手はね。他のメーカーのものとかでもそうなんですかね。いや、嬉しいですね。より一層の応援になりますね、これはね。はい、石田裕太郎選手の、ルーキー直筆サイン。このルーキーのやつ当たってくれたのも、エポックプレミアでは初めてですね。2箱目、なかなか、見応えのある1箱でした。それでは、ちょっと余韻も味わいたいですが、このまま3箱目に参りましょう。はい、3箱目です。ここらで、まあ、シリアルカードの渡来選手のもの、それから通常のね、現役選手の直筆サイン、当てていきたいとこですね。レギュラーカードも多分揃ってないよなぁ。そう思います。そのあたりも意識しながら、動画での3箱目。さあ、大事な5パック、最初は、よいしょ。なんで佐々木千隼選手ばっかり。どういう入り方しとんじゃん、これ。武田陸選手。近藤大我選手。さあ、どうですか。入江選手は初めて出ましたね。ただちょっと怪我でね、まだ出遅れてますね。大事な存在なのですが、ムードメーカーとしてもね。はい、そして、お、東選手、ホロ博。はい、昨年収録なかったのでね、エースとなり、そしてホロ博も当たってくれました。50シリアル。今年も頼もしいピッチングです。本当に復活してくれて嬉しかったですよね。はい、牧選手。はい。東選手あたりのサインでも嬉しいな。いや、本当ね、全然ベイスターズのサインも揃ってるわけではないので、現役主力選手のものも出したいですね。三浦監督、森敬斗選手、宮崎敏郎選手。はい、お、佐野恵太選手、銀かな？銀白サイン。まあ、一番いい時とはいきませんが、でもね、今年は頼もしい3番打者を守ってくれています。99シリアルでした。はい。あれ、松本涼斗選手ってこんな写真じゃなかったな、1箱目。はい。そんな松本選手のものと、浜口選手。はい。そういえば、カードナンバーが赤いと、写真違いとかあった気もしますね。
はい、この箱の3パック目、石上選手、はい、K 選手、大貫選手、レギュラーカードはあまり新しいところは出てくれてはおりません。松本亮斗選手のフォロー、はい、佐野啓太選手、最後に小笠原壮選手、はい、さあラスト2パック、早いもんですね。石上選手、アンソニー K、 はい、大貫選手、こちらは、清水真人選手、ほろってますね、次のカードね。これがどうなのか、これサインっぽいので、まあサインなのかな、ちょっとわからないですけど、上茶谷選手、はい。それでは最後のパック、3箱を開けてきましたが、あっという間でした。ウェンデルケン選手、伊藤光選手、アンドレ・ジャクソン選手、はい、森原選手、あとこっちはあれですね、タイムトゥーシャインですね。これもね、ルーキーとか出ると嬉しいんですけど、出てくれましたね、いいですね。松本亮斗選手、タイムトゥーシャイン。ちょっとフォローの感じがさっきのウィックと違うか。これは50シリアルになりましたね、さっき75でしたかね。はい、あのルーキーね、すっごい今日出てくれてますけど、結局渡来選手のシリアルは出ませんでしたね。そんなもんですね、庄司選手。はい、ではエポックプレミアもお楽しみいただけましたが、最後の直筆サインを見ていきます。さっきちょっとホロが見えたんですけど、これね、多分シリアル小さいと思います。5シリアル、ここがゴールドだと、まあ、あの選手によって20、30とかあるんですけど、なんとなく小シリアルの気配があるホロから始まるサインカード。はい、あ、でもこれ確か左がサインだった気がする。だから写真から見たい、写真から見ていきます。右側の、あ、でももうでももうこの色紙が出ちゃったということは、このタイプって、まあ、この清水選手もそうですけど育成ですよね。で、ホロか、こちら、こちらは近藤大我選手の直筆サイン、5分の3と、とてもとても小シリアルのルーキーの直筆サインが出てくれました。嬉しいですね、これ。サインカスカス。でもでも5シリアルの直筆サインなんかなかなか引けませんからね。近藤大我選手直筆サイン楽しみにしております。支配下登録とそれから大活躍をね、願って大事にしたいと思います。嬉しい1枚出てくれました。ということで本日のおさらいですが、石田裕太郎選手のルーキーサインと近藤大我選手のオーセンティックオートグラフホロということで、近藤選手が実戦出てるかっていうのがまだちょっと分かりませんが、2軍でバッテリー組んで1軍でも活躍するなんて、そんな青写真も描きながらのとても嬉しいルーキーのサインカード2枚が当たってくれました。他にもやっぱりシリアルカードたくさんでしたね。ということで、エポックプレミアベイスターズのものをこの動画では2箱開けましたが、このような内容となっております。他の球団のエポックプレミアもね、先にヤクルトが出てますけど、まあ随時発売されていきますので、そちらの参考になっていれば嬉しいかなと思います。さあ、ベイスターズ上げていきましょう。本当にね、今シーズンね、優勝を狙いますからね、まだまだね、熱い気持ちで応援していこうと思います。それでは、今回の動画は以上になります。よろしければ、チャンネル登録などしていただけると、とてもとてもとても嬉しいので、カード開封のね、こういった動画、お好きな方はぜひ、登録、高評価お願いします。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よけがわでした。また今度。